今日は MFL ジム一泊ですか、強化合宿しょよいしょ、はい、やっていきたいと思います。見ね見ね、レインボーブリッジどうですかこれ。はい、そういう感じで今ね千葉の方に向かってるんですけどMFL ジムの普段めちゃくちゃジムをこうよくしてくださる雄大店長がこの車を用意してくださって、2月18日に試合に迎えてるテル君、ジョリー、ツルツルジャック君、そして後で合流するタツ君、あと誰、チョン君、あチョン君で、まあそのメンバーで、まあ、一泊ずつがっつり合宿やっていきたいと思います。はい、おはようございます。おはようございます。今日はちょっとねみんな忙しい中合宿に参加していただいてありがとうございます。ようこそ、お疲れ様です。ありがとうございます。みんなそれぞれ強くしたい部分がいろいろあると思うんで、足りない部分だったりとかっていうのを見直して気持ちだったりとか何かしらを掴んでもらえればなと思います。おっすおっすおっす。リクさん行かないで、まあ、ちょっとこいつ動画でしてると思うけど、まあ、悪いことして、まあ、昨日捕まえてで心を入れ替えるって、まあ、俺と約束して、まあ、今日から頑張るって言ってるから、皆さんちょっと、まあ、一緒に頑張っていく仲間としてこれから見てあげてください。ソラも一緒で頭丸めて、ね、これから頑張っていくって格闘技言ってるんで、まあ、そこも合わせて分かることもたくさんあるから教えてもらったら嬉しいと思います。じゃあ一言ずつ、まあ、リクヤの弟のリクです。しょうもないことして、まあ、ここに来てとりあえず自分の触れてるものっていうのを一本の道に心をこう構成できるようにルキアにプログラムしてもらって、それをとにかく全力で頑張りたいという気持ちが今あるんで、皆さんも一緒に頑張っていただけたら嬉しいです。お願いします。お願いします。僕はとりあえず全力でやるだけです。皆さんお願いします。じゃあ入って、じゃあ始まりの最後でいきます。レイキングダウン1分間でレブナマスク用意されてる合宿の意気込みをお願いします。今日が最終追い込み、追い込み日になると思うので、自分に負けないように全力で頑張りたいと思います。格闘技の姿だけは本当に誰にも悪口とか言わせないです。今日で自分をもう一つ上の段階の進化をさせたいなと思ってます。11試合ないんで、12に向けてマジで強くなると思ってるんで、ちょっとでも強くなるように頑張ります。ちょっと痩せたいと思います。真剣に皆さんにご迷惑をおかけすると思うので、本当にどうぞよろしくお願いします。今日せっかく参加させていただいたんで、吸収できるものをすぐに吸収して11にぶつけます。おっす。まあ俺は俺で、まあ、自分の練習を悪くしながら、あとはここに参加してるみんなを18日勝たすっていうことを俺はまあ目的としてるから、まあ、そこに注力していくって感じだ。頼みます。思いっきり頑張っていきます。めちゃくちゃ吐き気した、さっき張り切りすぎたもん。シャドウします。で、いきなりもうなんか攻撃バーって出すんじゃなくて、まずは自分のこの足の位置の確認、どこで相手の攻撃を行わずにどこで相手に攻めていくかみたいなところしっかり走って動いてから、ジャブから出してきて、しっかり攻撃の基本の左から、それやってから右に移行する。 OK ですか。はい、はい、いただきます。シャドウ最初はその甘いのからやりますよ。ゆっくりゆっくり、しっかりこれでチェックチェック、動くチェックして、どういうタイミングしたの。
チーム真面目にやれ。はよ。あ、これ撮ったら意味ないかも、これ。動いた後、10分間はつけてないと意味ない。つけないと意味ないから。つけて。苦しい思いしないと。ダメだから。ここ前に、ちょっと前に蹴って。こう。蹴って。蹴って。蹴って。ナイス。もう一回。オッケー。選手メニューやってるのちょっと面白い。あ、でもすごいすごいよな。8キロ痩せるためにあの真剣らしい。真剣です。8キロ痩せます。8キロ。マンポチャンネル見てる皆さんは多分知らないと思うんですけど、清水の目標ができまして、この度カンコレ、および東京ガールズコレクション目標に。これなるほど。肉体評価中ってことですね。顔は可愛いやんか。あとはやっぱり努力とかスタイル、もっとキュッて細くやったりとか、裏で頑張ってるからさ。今回も清水から選手があれやったら私も参加したい。邪魔にならないようにするから参加させて。一言お願いします。頑張ります。お前全部今のこと言ってから嘘みたいになるやつ。キル君泣きそうになってます。いつ？いや走ってる時。いただきます。いただきます。いただきます。俺の弁当だけめちゃくちゃ可愛いんやけど。あ、もうそんなお立ちでいいね。どんなジョリーの弁当。マジでお子様弁当。かわいい。ジョリーの弁当見て。ジョリー昼飯これで頑張ります。想像以上にシスやったわ。これ撮影もしなくてこれガチやから。ガチな。ガチでこれでいこう。これで乗り切ろう。清水さん交換しませんか。いや、これ嬉しい。プリンだけ。あ、プリン俺好きやん。えぐいって。振りかけ、えでえで。卵ごません。好きなやつなくなった。誰かお願いします。そんな元気な。お願いします。
はい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 いや、これは大事、科学的に根性だろうじゃなくて、科学的にやってるよ。あ、マジっすか、うん、結局さ、あの何発も連打できるやつあるやんか、はい、あれ試合中に使わないやん、そんな結局切れても 連打で2発までない。で、その2発の質を高めるためにどうするかって言ったら、やっぱあえてゴムとかで伸ばして一発一発でいいから、その質をこうやって高めた方がいいかな。なるほど、ルキアさんもやっときますか。まあ、そうやな。大丈夫ですか。どうですかこれ。蹴りにくいな、ちょっと蹴りにくい。東京もって病院行ってくるっす、うん、はい。ちょっとルキアさんもあの怪我しちゃって途中から達也さんができなかったんですけど、あのスパーリングとかやった、やったみんな頑張ってました。ありがとうございます。
痛いです、これやばいな、これ YouTube 史上一番の怪我ちゃうこれ、もしかしたらその撮影史上。確かに。よーい、スタート。マットまで置いてるよ。あれ動くんか。ジョリーどうすんの？ジョリーだ。ボコったる言うてた。ジョリーや。仲間がおるっていうのはええことなんやろな。多分俺二人とかやるとやっぱり俺厳しいし、だからあいつが潰れていくとかしんどくなるやん。やっぱまずは全部のことを物事さないけど、楽しくなってエンジョイ、エンジョイっていう気分じゃないと、あ、やらなあかん、やらなあかん、やらなあかん、こっちになってしまうから、本来やりたいやりたい、それをなんか感じたんだよ。強くなる、早いと思う。本当に1ヶ月おったら 100% 強くなる。常に人環境の情報すれば。どうですか、りっくん、率直な感想。まあ、楽しいです。お久しぶりに僕
動いて、めっちゃ今筋肉痛で体的には超しんどいですけど、めっちゃ楽しく練習できます。本音です。ありがとう。タイミングもいいですね。ちょうど昨日来たことで合宿も参加して。確かに確かに。それはね、しかも昨日さ、俺あの買い物したんよ、ノッポ先生の。はいはい。ノエダ行ってたんやけど、はい、久しぶりに行ったんや、ノエダに。その時にリクと会うことが、まあ、夜決まっとって、差し入れしようと思って、ジェルにジュースをなんか、まあ、10本は9本ぐらい買ったんやな。そしたら、ね、あの値段が999円これ、平成9年9月9日に生まれてるんです。マジっすか。そう、だからなんか気持ち悪いと思って俺さ。いい方向になるか悪い方向になるか分からんけど、多分今日で何かあるなって俺は思ってる。もう多分はっきりとするな、この日で。はいはいはい。で、そのノップ先生っていうのもほんまに2人で揃って足並み揃って頑張ってたし、アンポ兄弟として世に出た時のトレーナーなんや。もうとにかく俺ら厳しく指導してくれて、お前時間遅刻するならもう帰れと、はいはい、やる気ないなら帰れみたいな。タイ人の先生やけど、日本人の俺らにそんぐらいの当たりができる先生で、はいはいはい、でその先生に久しぶりに認まった日にそれがあったから、あ、なんかあるなと思って。どうよし、今日の合宿めっちゃ楽しかった。ジョリーともやれたし。あ、リックンとはあれですもんね、血が繋がってますもんね。おいとこや、そうそう、確かに弟やから。そうそう、ここから3人血繋がってるんですよ。すごいな、まあ、自分を作っていかなきゃいけない、自分の芯、死闘としてやっぱ人間だから、その動物だったらあれだけど、やっぱ人間として生きていく中、その真の本当の自分をちゃんときれいに作っていかないと崩れるから、それを大事にしてる。自分が見てもかっこいい人になってほしい。兄貴深いっすね。兄貴やばいろ、超深いっすね。すごい。はい、じゃあ皆さんご苦労様です。おっす、お疲れ様でした。さあ、過酷な練習終えて、その辺の練習して何か掴めたものがあるのかなと思います。まあ、怪我人もね、出なくてよかったと思ってます。英語見てください。これ見てください、色鈍いっしょ。ここからね、またリカバリーだったりとか試合に向けて行えてもらえればなと思います。以上です。おっす、ありがとうございます。まあ、ちょっとあの今日ほぼウォーミングアップだけやって、目を出して足くじいてご飯食べただけなんで、まあ、なんか多少的に気まずいですけど、5時間ぐらいですね。まあ多分やってるブレイキングダウン選手は、まあ、俺は本当真剣な話で絶対いないと思うんで、実際試合って1分間だけですけど、まあ、その5時間を全て凝縮するような感じで1分間に全てを注いでください。でみんなで必ず勝ってください。以上です。じゃあ失礼しまして、ほんと僕さめ、これで本日受け終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。今日1日みんなで合同練習して楽しく練習できて、よかったです。ホーステルです。今日までの練習の疲労とかが溜まってて、すごいあの悔しいというか、やりきれなかったというか、すごいなんか悔いの残る、やりきったらよかったなって今だと思って悔しいです。やりきったんですか。いや、ちょっと悔しいな。お前です。じゃあ、明日もやります。ホース。すごい今日はいい練習させてもらいました。まあ、正直僕はちょっとまだ元気あるんで、夜と朝も1回ずつ1人でやろうかなと思います。走りに行こうかな。まあ、俺は今日初めて格闘技やって、最後みんなに職人技のバトルロープつけて最高でした。おっすおっす。5時間ぐらいのこの1分で全部ぶつけたいと思います。おっす。いつもはまあ一人で自主練してるだけなんで、こうやってみんなで練習するのがめっちゃきついし、まあ痛かったり怖かったりするんですけど、まあ格闘技面白いなって。続けていきます。おっすおっすおっす。おチャンツウェイです。今日はシェシェ。今日はなんかこういう日本らしいっていう練習場で練習できたことを心が光栄に感じます。そんな感じですか。いい感じです。いい感じですか。ありがとうございました。シェシェ。おっす、清水です。実は女なんでちょっと練習の邪魔になるかもしれないのに、あったかく迎え入れていただきありがとうございました。また皆様の試合での活躍楽しみにしております。以上です。ありがとうございました。シェシェ。アンボルキアチームの、格闘技活動や YouTube 活動を応援してくださるスポンサー様を募集しております。興味のある方は概要欄の方にメールアドレスが記載されてますので、そちらからご連絡いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。